皆さんこんにちは。写真家尾形秀美子とデミです今日のこの写真はあるタレントさんの写真集の中からの一枚です。この撮影は沖縄の森、まあ、近くにビーチがあるところで夕方空がだんだん沈みかける頃に車の中にあった発煙筒を焚いて赤い煙を出しながら撮ったものです。日が沈む前に取り切らななきゃいけないけ緊張感と 赤い煙モデルに走ってもらってとってもエキサイティングな撮影になりました全全身全霊ででこの一瞬にかけた1枚ですそして別カットをあるフォトメッセージブックにも使いそこに書いてあるメッセージは「気持ち半分で始めると結果は半分になる」「同じ時間を使うなら全身全霊で物事に取り組むべきだ」 この撮影の気持ちを表したフォトメッセージになりました今日はまちょっとハードな撮影とメッセージを紹介しましたでは今日も素敵な一日をお過ごしくださいじゃあね